一番の理想は立ち合い踏み込み勝って、右を差すかまたは左の上手を取れればいいんですけどね、玉鷲も実力者ですから簡単にこの右四つの体勢は作らせないと思うんですね。それまでなかなか慣れてないんですよ、はい、激しい突っ張り合いになった時に朝乃山がですね押し勝ってそのまま喜んで出ていくと土俵には落とし穴ありますからね、はい、気をつけなければいけないですね、はい、制限時間いっぱいです。新関脇の朝乃山2日目優勝経験者同士の一番。玉鷲はやることは変わりません。朝乃山右を差しに行った。玉鷲の押し突っ張りで応戦。朝乃山はたいた、少し呼び込んだ、まわしをつかんだ。こうなれば朝乃山送り出し、新関脇2連勝。一旦下がりましたが下がったところでまわしを引きました。送り出しで朝乃山の勝ち。立ち合いから見ていきます。まず右を差しながらという朝乃山の立ち合い、突き返していきましたね、右四つになれないとなるとすぐこの突っ張り合いですね。ここはやっぱり柔らかくよく残しましたね、この玉鷲ついていくんですけれども、朝乃山のこの状態がしなりながらですね、それで下半身はどっしり構えてますから、はたいたところはどう見たらいいですか。朝乃山がこの後ですか。これですね、一旦まあこれはそこまで悪い叩きではない、仕方がないですね。そうですか、はい、それは自分も突っ張っている流れの中だったからというところですか。ただその叩きにですね固執しなかったですよね。あ、そうですね、ずっとその後も叩き続けたらですね、押し込まれてしまいますけれども、相手のこの体を体勢をちょっとこう崩す泳がすだけの叩きだと思うんですよね。確かにまともに手元に手前に呼び込むんではなくて、少し自分は体をずらしながらという、相手を泳がせてその後この勝機を見出そうと、そういう叩きですよね。それによって玉鷲が少し体勢崩して、朝乃山が左が入るような形でまわしを引けたということに。朝乃山がしっかりこの下半身残せているのに玉鷲は押していこうとして体がだん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 この行き場がなくなって起きていくんですよね、そこを捕まえることができましたよね。今つけ人